さあ、そんな熱く盛り上がっているファイターズのもとっても縁のある栗山英樹さんが暮らすあの町の世界に一つだけの味、見ていきましょう。ファイターズでは2度のリーグ優勝、そして WBC では日本代表を世界一に導いた名将栗山英樹さんの暮らす町として知られる栗山町。農業の盛んなこの町では米や野菜など様々な農作物が栽培されています。そんな栗山町で聞いた世界に一つだけの味、まずは第3位から。オムライスとか、なんか日替わりのランチとかがあって、そこは勧められて食べたら美味しかったのでよく使ってます。おしゃれな感じでカフェなっぽいんですけど、副菜とかもいろいろついてくるので女性に特にすごい人気があると思います。お菓子もちょっと焼き菓子手作りで置いてあって、なくなっちゃったりもするんで欲しい時は早めに行って。高畑さんおすすめです、美味しいです。第3位に選ばれたのは栗山町役場の向かい、高畑さんの愛称で親しまれている高畑料理店。オープンは2020年、店内はカフェのような雰囲気で気取らずゆったりと食事や会話を楽しめるほか、お持ち帰りもできる手作りのスコーンも人気です。料理はランチの4種類のみ、どれも地元の食材にこだわっていて、うち3種類は週や月ごとに変わります。その中で唯一変わらないメニューが、スープや副菜がついた一番人気のオムライスプレート。オムライスはケチャップでしっかりと味付けしたチキンライスの上に、栗山町にある境農場の卵を使ったふわふわのオムレツが乗っています。ちなみにオムレツの中を開いてみると、思わず声が出てしまうようなとろっとろにとろけた半熟卵が広がります。ふわふわしてて美味しいです。卵の味はしっかりしてて美味しいです。ザ・オムライスって感じの中でも一番こう美味しいっていうか。このオムライスを作っているのが店主の高畑優子さん。高畑さんは札幌のイタリアンレストランなどで10年ほど修行をした後、4年前夫の地元であるこの地にお店を開きました。ケチャップ味のオムライスが自分が一番好きだったので、その味を食べてもらいたいと思ってそれを出してます。オムライスの肝となるのはやはりオムレツ。卵の旨味とコクを生かすため味付けはバターのみ。表面はふわふわ、中はトロトロになるよう火加減などに注意を払いながら、最後は半熟部分がこぼれないようにパタンとひっくり返せば完成。ケチャップ味のチキンライスがとろける卵と絶妙に絡まり合う最強のオムライスになります。町の皆様も町外の皆様も最近では多く来ていただけるようになったのですごく嬉しいですね。変わらず長く続けていけたらいいなと思ってます。第3位はふわとろ食感の卵が食欲をそそる高畑料理店のオムライスプレートでした。栗山町で聞いた世界に一つだけの味、続いて第2位は、本格的なスパイスがよく効いたあの味で、ほっぺたが落ちるほど美味しくて毎回、はい、何につけて食べるカレー。従業員の方も外国の方で、よくランチにとお友達と行きます。あそこはね、なんかね、すっごいでかくてね、はい、美味しかったですよ。アースはよく行きます。第2位に選ばれたのは国道234号沿いにあるネパール料理の店、アース栗山本店。いらっしゃいませ。天井の高いログハウス風の店内ではスパイスの香りが広がる中、本格的なネパールカレーなどをいただくことができます。私の子供の時に
その自分で食べた味とかおばあちゃんで作った味を時間かかってもその自然的なプロセスですることは目標にしております。そんなアースのメニューはカレーだけで20種類以上、中の具材だけでなくカレーの味も全て変えています。中でも特に人気なのが平日限定のランチセット A。 直径50センチを超える大きなナンに曜日で変わるカレーがセットになっています。この日は水曜日限定のエビマサラカレー、トマトベースのネパールカレーにブラックタイガーがゴロンと入っています。めっちゃエビの風味効いてて、すごい辛さとちょうどよく、なんかマイルドで食べやすくて、まあまあうまいです。アースのカレー作りはインドやネパールから仕入れたスパイスを調合するところからスタート。クミンやコリアンダーなど十数種類を焙煎して粉末状にします。これにトマトや玉ねぎなどを煮込んで作るエビマサラ用のペーストを混ぜ合わせ、さらにココナッツミルクなどを加えて2時間ほど煮込みます。そして仕上げに炒めたエビと合わせて完成するのが、なんとの相性もバッチリのエビマサラカレーなんです。おいしいもの食べて嬉しい顔を出して帰るような雰囲気を作りたいので、それを頑張っていきたいと思っています。第2位は本格ネパールカレーをお得に食べられるアース栗山本店のランチセット A でした。栗山町で聞いた世界に一つだけの味、第1位は町民から絶大な支持を集める名店が選ばれました。もう30年40年通ってますね。もういつ行っても混んでますね。栗山の人はもう多分知らない人いないと思います。あんかけ焼きそば、チャーハンも美味しいです、うん、中華はみんな美味しい。私地方なんですけど旭川からでも食べに来ます。ボリュームもたっぷりなんで、お腹いっぱい食べられておすすめです。他のお店では食べれない味だね。腹減ったさん絶対うまいから、絶対うまい、食べてみな。第1位に選ばれたのは栗山郵便局のすぐそば、1961年から続く食の工房原平太。入り口には訪れた有名人の写真がずらり。あの栗山英樹さんも時々食べに来るそうです。40席ほどある店内はお昼時にもなると常に満席となる人気ぶり。客層も幅広く、町外からもこの店目当てにたくさんのお客が訪れます。メニューは中華を中心としたおよそ70種類、たくさんの中から選べるのも人気の理由です。お店を切り盛りするのは3代目の太田博之さん。店を開いた祖父母の志を今に受け継いでいます。身近な存在でありたいなというふうに思っております。腹が減ったら腹減ったってね、こんなふうに思っていただけるような、そんな店になれたらなと思っております。そんな腹減ったで創業以来変わらぬ味で愛されているのがチャーハン。味付けはほぼ塩コショウのみ。具材もネギ、卵、玉ねぎ、チャーシューとシンプルですが、多い日は1日100食以上もの注文が入ります。すごい美味しいんですよね。なんかパラパラ感がすごくて、ここに来たらチャーハンって感じですね。薄味なんですけど、すごいふわっとしてるんですよ。これ脂っぽくない、うん、チャーハンの中では一番だ。その美味しさの秘密は素材と調理法にあります。ご飯は粘り気の少ない栗山町産の星の夢を使用。またチャーシューはチャーハンのためだけに作る特別製、道産豚の肩肉を代々継ぎ出してきた醤油ベースの秘伝のタレで煮込んでいます。
これらこだわりの食材を強火で一気に炒めていくのですが、この鍋の振り方も代々受け継がれてきたもの。短時間でご飯一粒一粒にしっかり火を通すことによって、原平太ならではのパラパラとしたチャーハンが出来上がります。小学生の頃からここのチャーハンを食べ続けているという常連は、もうソウルフードですし、もう私にとってもこれを食べても元気が出るので、もうこの原平太も栗山町のパワースポットじゃないかなと思ってます。あとですね、35年店が続いたら創業100周年を迎えるんです。それまでに元気で続けられたらなと思っております。栗山町で聞いた世界に一つだけの味、第1位は町を代表する名店、食の工房原平太のチャーハンでした。